皆さんこんにちは、柴田陽子です。ちょっと声を枯らしており、お聞き苦しい点あったら申し訳ありません。私ですね、この間大阪の海遊館っていう水族館に遊びに行ってきました。大阪港にある大きい水族館ですね。で、その海遊館夜の8時までやってて、私が行った時ちょうど6時ぐらいで、こう夕日が見れるいい時間帯だったんですけども、こう8時まで空いてるってことで、こう魚たちの夜の風景が見れるっていうのを売りにされてましてですね、立ったまま寝てるペンギンとか、眠りながら水に流されていく魚の面白い顔とか見れたりとかして、思ってたよりもかなり面白かったですね。水族館癒されるなと思って感心しました。で、海遊館の一番の売りは、めっちゃでっかい水槽があって、そこにめっちゃでっかいジンベエザメっていうサメがいるんですね。そいつがもう海遊館のアイドルで、ジンベエザメくんは体でっかいんですけど、本人プランクトンとか海藻とかしか食べない心優しいやつで、そのジンベエザメの周りにこうちっちゃい魚がこうついて泳いでたりとか、あと一緒の水槽にいる銀色に輝くキラキラしているイワシの大群とかが見れて、すごい幻想的で面白かったですね。夜だったんでカップルで来ている人とか多かったんですけど、大概女性の方はあの魚美味しそうっていう感想を言ってました。女子はちょっと食べる目線で魚を見てたみたいですね。で、せっかく行ったんで記念になんかお土産買おうと思ってこれを買いました。バーンバーン、これはジンベエザメくんのハンドパペットです。このジンベエザメ模様があんま可愛くないなと思って買ったんですけど、買ってみるとこう手に馴染んでですね、今めっちゃ気に入ってます。シャーシャーシャー、なかなか愛嬌のあるハンドパペットですね。海遊館楽しいです。ぜひ機会があったら行ってみてはいかがでしょう。京都にもね、水族館新しくできたんですけど、そっちは行ったことない。でも海遊館は子供の時に行ったけど、改めて行ったら素晴らしかった。おすすめです。では皆様ごきげんよう。グッバイ。